今日はメモリー配光だ MR6000 を使って電気自動車の CAN シグナルを実際に測定してみたいと思います。まずは接続です。こちらがメモリー配光だ MR6000 です。 CAN シグナルはこちらの OBD2 のコネクターから取得いたします。OBD2 からベクターの VN1610 CAN インターフェースまでは変換ケーブルで接続されています。ベクターの VN1610 を MR6000 の USB ポートに接続してあります。これから実際に測定を開始しハンドルを操作します。この時のハンドルの操作角、操作のスピード、ブレーキ圧、それからパーキングブレーキをオン、オフします。この状態信号をキャンバスから取得したいと思います。MR6000 の設定を確認します。まず、チャンネル画面。CAN 設定、こちらを確認します。 VN1610 までのチャンネル1の設定が反映されています。この状態でモニターをスタートします。モニター画面に実際に流れている CAN のフレームのデータが表示されます。これで実際にMR6000 と電気自動車のキャンバスが正常に接続されていることがわかります。次に MR6000 で表示したい CAN シグナルの定義を確認します。今日は4つの信号を見たいので、上からハンドルの操作角、ハンドルの操作速度、ブレーキ圧、パーキングブレーキの状態を定義してやります。MR6000 で測定した CAN シグナルを画面上に表示するためには波形演算の機能を使います。この波形演算の画面で先ほど定義した CAN シグナルをそれぞれ呼び出すような形で設定しています。それでは実際に測定してみたいと思います。測定を開始します。ハンドルを回します。ブレーキを踏んだり離したりします。パーキングブレーキを入れたり外したり繰り返します。測定が完了しました。実際に波形を見てみたいと思います。一番上の信号がハンドルの操作角です。2番目の波形がハンドルの操作スピードです。ハンドルの操作角度と同期しながらスピードが変化していることがわかります。3番目がブレーキ圧です。ブレーキを踏むと圧力がかかり、ブレーキを外すと圧力が解除されるのがわかります。最後の信号がパーキングブレーキの状態信号です。オンとオフが表示されていることがわかります。このようにして MR6000 を使って電気自動車の CAN を計測することができます。以上で終わります。